どうも、いこいです。12月といえばクリスマスイベントですね。そんな今回は個人的に好きなクリーベの衣装を紹介したいと思います。良ければ最後までご覧ください。まずはこちら。モーニング娘。ワンナイン。ツリー衣装。飾りがつけられたスカートがとっても可愛いです。特に15期3人と、桃チーズムを感じるピンク色のチーちゃんが可愛いですね。次はこちら。 アンジュルムドタバタクリスマスの衣装。ダブルツリーの紙船がとっても可愛いです。三体衣装には大きなリボンがついていて、アンジュっぽさが全開で大好きな衣装です。次はこちら。椿ファクトリープリンセス衣装。メンバーみんな似合っていてとっても可愛いです。こんな風にメンバーカラー以外の衣装もたまには見てみたいですね。次はこちら。 モーニング娘。ワンエイト。三体衣装星のリボンと二杯にメンバーカラーを取り入れていますね。シンプルですが、こういう衣装も大好きです。次はこちら。ジュースジュース、着ぐるみ衣装。これはみんなマスコット感があってめちゃくちゃ可愛いですね。特に雪だるまのミヤミヤは、二人の表情含めて可愛すぎます。次はこちら。 拳バクトリーパティシエ衣装。クリスマスイベントとしては大変珍しい衣装でよく覚えています。この衣装でノムちゃんにパンを作ってもらいたいですね。最後はこちら。ジュースジュースドレス衣装。昨日行われたクリスマスイベントの衣装。みんな似合っていて本当にディズニープリンセスみたいですね。いかがでしょうか今回動画を作ってみて2018年頃から急に 衣装のクオリティが上がったなぁと気づきました。どの衣装も1日しか見ることができなかったというのがなんとも贅沢ですね。皆さんが好きなクリーベの衣装についてコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。